はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画からですね、はい、お部屋の片付けということで片付けていきたいと思います、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあまずはじめに自己紹介をお願いします、はい、ノックアウト TV という YouTube チャンネルで車の改造カスタムをメインに動画作ってます、はい、飯田と申します。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、まあ、本当に今回からですねこちらのお部屋の片付けしていきたいと思うんですけども、はい、まあ、ざっと見た感じかなり物が多いと、そうですね、いうところで、はい、まあ、今日から片付けていこうと思うんですけど、はい、実際片付けようと思ったなんか理由というか、はい、きっかけって何だったんですか。はい、前々からこんまり先生知ってて本読んでやろうとしてたんですけど、うん、半年以内にやった方がいいよみたいなこと書いてあったんですけど、うん、やり始めて余裕で半年経っちゃったんでなるほど、挫折した感がすごいあったところで、はい、なんとかしなきゃっていう時に YouTube オフ会でたけるさんとお会いして、はい、でなんかのご縁だなっていうことで熱してるうちにやろうってことで、はい、ありがとうございます。一冊です、はい、で実際徳野さんともねお話ししてで、ね、はいはい、で彼もトップミニマリストで、ね、そうですね、トップミニマリスト目指したいですね、はい、おっていうところで、はい、まあ、実際どれぐらい本当に物を減らしたいかっていうのはありますかね、はい、気持ちの上では9割減らしたいんですけど、はい、なかなかどうかっていう、まあ、やってみないと分かんないですね、徐々に徐々にね、はい、そうです、はい、っていうところで、あとは、まあ、実際結構物多いんですけど、この物が多い生活っていうのは、はい、まあ、どれぐらいの期間、3、4年ですね、ここに引っ越してきて、うん、なるほど、してます、はい、でも引っ越してきた本当当初っていうのは、まあ、そこまで物はそうですね、楽で全然単身って感じの感じだったんですけど、うん、で、まあ、本当3年、4年かけてコツコツと物を蓄えてきたそうです、ね、ということで、はいはい、もう今日からですね、まあ、数日かけてこちらのお部屋の片付けをして、はい、で今回の動画では玄関から片付けていきたいと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこちらが飯田さんのお宅の玄関になるわけですけども、はいはい、こちらから片付けていこうと思うんですが、まずですね現状をちょっと把握したいというところで、はい、まあ、まず何があるのかっていうのをちょっと見ていきたいんですけども、はい、じゃあ上からですね、上から、はい、僕の方からネジです。はい、この大量のネジはなんでこんなあるんですかね。仕事上ポケットに入れて帰ってきちゃうんで、はいはい、洗濯する前にどっかやらないとっていう感じですね。これ捨ててもいいやつですか。いや捨ててもいいですね。なるほど、捨ててもいいやつをここに貯めてるわけですね。そうですね、どこかわからない鍵とか、はいはい、なるほど、間違えて持って帰ってきたダーツとか、おー、はい、っていうことですね、はい、で、これ小銭入れですか。うん、なんかね、いっぱいになっちゃったらここに入れてるって感じでね、なるほど、財布が、なるほど、はい、はい、っていうことで、あとはこの印鑑は使ってるんですかね。まあ、なんすかね、立ち旗がどっか行っちゃってないのではいはい、はい、これで仕方なく、え、これは、あ、あったあった、はい、あった、まあでもなんかこれ多分つかないのか、あ、なのでこれでやっちゃってるってことですね、郵便じゃない、宅急便来たら、はい、なるほどなるほど、はい、この辺もちょっとごちゃっとしてますけど、腕時計がまず2つ、ね、いらないですね、これ電池ついてないですもんね、はい、確かに電池切れですね、うん、で、まあコンタクトのり、のりじゃない、リップですね、あ、リップか、コンタクトに、はいはい、結構いろいろありますね、はい、はい、もうこの辺も使ってなさそうなのがありそうですね、はい、で、この辺にあるのは何ですか。これはアルコールで、はい、消毒で、これは使ってないんですね、コロコロ、無比こんなところにもあるし、なるほど、香水と、香水だ、これはアイスノンって書いてありますね、涼しいんじゃないですかね、なるほど、はい、その言い草だと全然使ってないですね。そうですね、はい、ということで、じゃあ下の方も見ていきたいと思います。はい、こちら、おお、靴が結構ありますけども、そうですね、はい、これ実際使っているんでしょうか。いや、使ってないんですね。使ってるのはもう超一部。おお、なるほど、はい、まあ、この辺も結構ごっそりいけそうですね。そうですね、はい、で、はい、ちなみにその左下何が入ってるんですか。これはやっぱその靴のメンテナンス関係というか。あ、なるほどなるほど、だと思いますね、はい、ちなみにメンテナンスはされてきたんですか、はい、いや、してない、開いてないですね。はい、買ったっきりね、はい、はい、まあ、よくあるあるですね、革靴に、革靴も履かないんで、うん、はいはい、まあ、メンテナンスもね、必要だと思って買ったけど使ってない方とかはね、そうですね、そうそう、減らしていくのもありじゃないかなって思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、で、あとは玄関のお隣に、まあ、ちょっとした収納スペースがありまして、そうですね、なんか下の方には本がたくさん、大体本、全部本ですね、これ以外は、うん、ファイル類とか、ノートとか、ノート、これやばいのがありましたね、やばいの、はい、やばいの、昔買った情報詳細です。あー、情報詳細ねとか、はいはい、そんな感じです、はい、怪しいやつがあると、はい、はい、
で、上の方にはどういったものが？これは使ってないローリングのやつとか、クイックルワイパーの替え、うんうん、これなんだろう、アクセサリーをなんか超音波で綺麗にするっていう機械と、ストックのワイングラスは減らないですね、ワイパーは飲まないんで、はい、使ってないものを置きます。そうですね、入れてるって感じですね、はい、で、この大量のこのボトルは全部掃除のやつなんですけど。あ、なるほどね、はい、結構こういうの溜まりやすいんですよね。はい、はい、この辺もじゃあ選別していって、はいはい、玄関周りすっきりさせようと思います。ということで、じゃあ今から早速玄関の掃除していきたいと思います。お願いします。はい、じゃあもういらないものバンバンいきますか。靴からですね。靴からいきましょう。はい、ちなみに飯田さんの中で、はい、靴の選別でなんかどういう靴は手放して、どういう靴は残すみたいな線引きってありますか？まあ、3ヶ月以内とかで履いてないものは捨てる、うん、で汚いものも捨てる、はい、ということですね、はい、最近履いてる靴とかってどれですか？もう決まってるんで、はい、これスニーカーはこれだけですね。これと今履いてるこれだけで、はいはい、正直これ汚いんで捨てましょう、はい、これは捨てます、はい、どんどん捨てましょう。でこれは冬だけ履くんで、はい、多分数回しか履いてないと思って、はい、冬用ですね。であとはもう汚いんで、はい、いらないです。もう基板なのこれ、なんか取れる方法あるって言ってましたけど、うん、やらない、やらないですよね。確かにこれもレッドウィングってね、はいはいはい、こんな汚いと売れないですよね。まあそうっすね、元が高いけど、はいはい、これもね結構履き古した靴とか多めですね。そうですね、ずっと余ってるんで、はい、うんうん、結構いけますね。まあというかこれはもう全部いらないですよ。もう普段使う履く靴だけあればいいかなって感じですね。これとかはめちゃくちゃ痛いですね、履いてるね、足に合わないものとかね、そう、はい、ボロボロなものはもう優先的に。これもね、黒いから見えないけどカビてるんですよ。あー、なるほど、カビてる、ね、靴とかも捨てた方がいいですね、はい、もういっぱいになりましたね、はい、もう一つ用意しましょうか。あ、これは、はい、もしかしたら売れねえか、うん、靴は正直売れない方がいいと思う。よっぽど買って数ヶ月じゃない限りはもう売る手間とか考えてるとね、ちょっと時間とか取られるんで、もうバンバン行きましょう。同じ革靴、そう、同じやつですね、はい、もうちっちゃい、あ、ちっちゃいですね。またこれ同じような靴がミスト、そうですね、同じようなものしか買わないですね。これも黄ばみが絶対取れない、はい、なるほど。絶対履かないですよね。履かないのに買ったんですね。いや、これもらったっすね。もらったんだ、はい、はい、おお。結構な勢いで手放しましたけど、だって残ったらもう3足ぐらいじゃないですか。そうっすね、これちょっと迷ったから迷ったのが最後に来ましたけど、まあいらないですね、はい、もう空っぽになりました。はい、靴はもうこれだけでミニマリストになりましたね。はい、はい、ということで、じゃあ次にどこ行きましょうね。下位でもいいし、上の方、片付けやすい方から飯田さんが、ああ、まあどっちでもいいですけど、これ邪魔なんでこれ行きますか。はい、はい、どうぞ。スプレーとかどうしようかな。スプレーはまあ後で穴開けるで、ちょっと、はい、よけとく感じでいきますか。はい、これは残して、これはまあアルコールだけでいらない、はい、コロコロですね、いらない、いらない、すごいけど、はいはい、もうこの辺のクリーニング系はもう使わないかなっていう。そうですね、はい、いや意外に使わないですよね、買ったけど。そうですね、そうそうそう、もういらない、はい、いらないかな、はい。あ、じゃあこの中にスプレー缶入れるか。あ、そうですね、香水使ってないけど残します。いや、いやこれ残さないです、全部いらない。あ、もう全部いらないやつですね、はい、あとでね、流したりとか穴開けて、ね、処分ってやつですね。そうですね、もう香水がない理由は何ですか。多分向こうにもいっぱいあるんですよ。あ、なるほど、リビングの方に、はい、はい、でも使わないからもう手放そうかなみたいな。そうですね、多分、うん、嫌いな匂い、嫌いな匂い、いや、そうでもないかな。まあでもね、香水はいらないです、うん、まあそうですね、はい、であとスプレーとかはどういったスプレーがあるんですか。これ多分あの汗臭いの、はいはい、うん、あ、足用って書いてあるから、はい、ここにあったんだ。足用のやつと、はい、艶出しですかね、はい、捨てる理由はありますか、なんか。いや、靴はメンテナンスしないですね、はい、メンテナンスする前に壊れるっていうか、うん、はい、そうですね、もうメンテナンスするぐらいだったらもう例えば新しい靴だったりとかっていうところで、はい、はい、もう無駄をどんどん省いていくって感じで、はい、はい、
で、続いてこのハンドジェルはもう残して、そうですね、はい、無比もね、多分あっちにあるんでいらないかな。あ、OK です。じゃあ捨てましょう。これもいらないし、はい、これももう液体入ってないんで芳香剤ね、ダメですね、はい、これも、あ、替えあるな、液体。あ、なるほど、でも替えます。うん、いらないです、はい。ちょっと待って、これ普通いらないですね。そう、照明ね、上にもあるから正直なくてもいいですよね、はい、そう、なくてもいいものはね、優先的に手放すのはありじゃないかなと。はい、あとこの辺はどうしましょう。シャチハタ、これ使えるのかな。フリスクに押すっていう、はい、いいや、シャチハタなんてすぐインクなくなるから。お、いいですね、普通のやつで、これで、これでいいんじゃないですかね、はい、このセットを使って、はい、これもいらないし、はい、いらないもんこっちでいいですかね。あ、OK です、OK です。これいる。これ何ですか。ちょっと何かしらのコインですね、なんか海外とかですね。そう、そういう感じですね。これたまに出てくる方多いんですけど、まあ、使わなければ全然、はい、手放した方が。コンタクトは一応使えるんで、はい、アクセサリーとかはいらないし、うん、アクセサリーは普段つけますか。なくすんでつけない方がいいなと思ってます。なるほど、そうですね。だから僕自身もね、あの、なくすとか短く手間だから全部手放しました。ああ、はい、そうっすよ。それは何でしたっけ。カラビナですけど、はいはいはい、使いますか。鍵につけてるこれがダメになったりとかして。一応使えるは使えるんですかね。まあ、じゃあちょっとこれ1個だけ残しておきますね、はい、あ、いいですね。これだけ残しておいて、はい、ペンも、まあ、玄関用に1本置いておきますか。はい、そうですね、はい、2本も3本もいらないかなと。ちょっと時計のアプローチの替えなんで、あのバンド。なるほど、いらない。置いとく場所はちょっと違いますよね玄関ではない。リップも別に乾燥しないんで、はい、乾燥しないのにあるわけですね。まあまあ冬だけ使うかもしれないですね。カッターの玄関にある段ボールとか届いたやつを。それもそうだし、仕事の時持ってったり、うん、帰ってきたら置いたりとかしちゃってるんですよね。会社にないんですか。いやー、いろんなところに置いてるっすね、だから。ああ、なるほど、もう、はい、ね、処分した方がいいかもしれない。そこら中に置いてるっす、はい。フリスクは使いますか。なんかもうカバンに入れちゃった方がいいのかな、もし使うのであれば。いや、全部切れてますね。お、あ、なるほど、はい、期限切れのものも、はい、すごい。これ、いらないっすかね。まあ、使わないんじゃないですかね、多分。もう玄関のものこんだけ減らせれば。はい、電池切れの時計。普段時計ってされるんですか。アプローチしてるんですね。じゃあもういらなくないですかね、はい、多分。はい、で、マット、ランチョンマット、ランチョンマットの処分。まあ、お金はお金なんで。そうですね、一応なんか後で。はい、あ、こっちがいるところ。小銭に関してはもう、例えば後日入金するか、はい、結構いっぱいですもんね、この中。そうですね、そう、また空にしてまたね、入れていくのもありかな。そうですね、もうなるべくもう財布現金持ちたくないですよね。あ、キャッシュレスにした方がいい。したいのが希望なんですけど、はい、なかなかできないです。今スマホって何使ってますか。 iPhone のね、古いんですけど。あー、なるほど。来月多分12が出るんですよ。あ、そうですね、はい、来月、16に発表でしたっけ。あ、本当ですか。はい、でそれ出たら変えて。そうですね、うん、みたいな。お金を持たないで、はい、はい、感じで。いや、だいぶスッキリで、これも、これ残す側です。あ、そうそうそうです、はい、これは残す側です。はい、でもここはもう処分っていう。そうですね、はい、いや、だいぶスッキリしましたね。はい、ここ行きますか。これ、これ何でした。傘立て。傘立て。傘なくないですか。そうですね、車にあるんですけど。なるほど、普段持ち帰ったりとか。まあでもね、この裏にかけるとこあるんで、あ、はい、いらないですね。なるほど、はい、靴べらもいらないですか。靴べら、まあ、使うっちゃ使うけど、でかくないですか。ちょっとでかいですね。なんかちっちゃいのあったりとかしますもんね。折りたたみの靴べらとかあったり。それがいいなと思って、ね、はい、じゃあ、手放して。はい、ありがとうございます、はい。ちなみに燃えないゴミってなんか透明な袋なんですかね、はい、なんか専用の袋あったりとかするんですか。いや、別にないですけど。ちょっとじゃあ分けます。はい、っていう感じで、はい、はい、もう上の方残ったのはもうこれだけですね。そうですね、はい、ありがとうございます。いや、だいぶスッキリしましたね、この辺。そうですね、はい、この充電って何なんですか。これこの空調服のバッテリーです。ああ、はいはい、これですね、はい、はい、なるほどなるほど。そう、片付けた直後ってね、本当これいいのかなって思うんですけど、はい、ビフォーの写真見ると全然違いますよ。そうですね、本当に。
ということで玄関の片付けがものの15分ぐらいで終わりまして、もうこちらのものはもう全部処分と。そうです。はい。で実際今どうなったかっていうと、もう上の方かなりすっきりして、はい、もうこちらは残す。であとは中ちょっとお見せしていただいても大丈夫ですか。はい。こちらもだいぶすっきりして。もう空間しかないっていう。で靴はもう3足だけ残すっていう感じですね。はい。で実際こちら片付けてみてどうでしたか。なんか率直に思うこととか。いらないものが大半で、うん、そうっすね。使ってるものはほぼないっていうことでしたね。はい、もうほぼ8割9割ね、手放せましたね。そうですね。はい。ということで、じゃあこちら玄関終わりまして、じゃあ今度お隣のこちらに行きたいと思います。はい。じゃあこちらはどこから行きましょう。じゃあ上から行きましょうか。上から行きますか。使ってないんで。はい。これも何でしたっけ。シート。ウェットシートだ。そうですね。まあでも普段はそのシート使ったりとかは、その過去半年とか使わないですね。はい。はい。使わないものは処分しましょう。はい。使わないです。これいらないけどどうしよう。そうですね。あとで分別的な。はいはい。で、あとはこれはねカード、それは何のカードですか、はい、これクオカードと75ちょっとお金多分入ってると思うんで、それだけちょっと使って。そうですね、はい、はい。スイカはどうなんだろう。ちょっと俺もどうなってるか見て見て、はい、いらなきゃ処分します。はい。でパスポートがなんか最近出てきたんです。そうなんですよ。はい。でも全部期限切れてるんで、はい、もういらないですね。はい。で、あとは洗剤ね。大量の洗剤も、はい、はい。これね、あの先ほどちょっと動画外でどうしたらいいですかって聞かれた時に、これ僕全部捨てて歌丸にするといいですよってアドバイスさせていただいて、はい、そうですね。じゃあ歌丸で、はい、はい。多分薬局に行けば売ってると思うんで、はい、はい、もう全部いきますか。あとはなんかパイプイニッシュとかはどうしましょうね。これちょっと歌丸じゃあれかもしれないですね。そうですね。あの使うことはあったわけですかね、パイプイニッシュ。そうですね。これ最後に使い切って捨てますね。あ、 OK です、はい、全然いいと思います。このカゴごととりあえずいいですか。そうですね。はい。あとで液体を捨てて、うん、全部捨てるって感じで、はい。これもさっきなんか売れるかもとか言ったけど多分売れないですね。はい。もう処分しますか。はい。カゴもいらないですかね。もう8割9割目標なんで、収納はなるべく持たない方が、はい。これが時計がこんなとこ入ってた。時計いらないです。いらないです。はい。っていうか全部いらないですね。それワインのストックでしたっけ。ワイングラスのワイングラスのストックはもう1個だけしか使ってないんで、ワイン飲まないし、いらないですね。いらないんで処分しますか。回収系も乗ってないですかね。はい、うん、あっちにあるんで、はい。で、本ですね。本はどうしますか。もうあの Kindle にしたんで、もういらないと思ってるし。お、じゃあもう全部売りに行く感じ、処分する感じ。まあまあ、そうですね。売らない、売る、捨てますね。はい。じゃあ、出しますか。出しますか。はい、どこやりましょう。けどあの、隣が処分部屋ってことなんですよね。そうですね。すごい部屋ですけど。とりあえずここに、はい。処分するものを。はい。いやそれにしてもすごい量ですね。でも全部いけるんですかこれ。本は、本とか書類系は。そうですね、いらないしね。お、いやもう何にも残らないじゃないですか。これほど空間の無駄遣いっていうのはないですね。こんだけあるとなんか入れれるなって思っちゃう。そう、空間があると人間って入れたくなるんですよね、心理的に。そう、それ危険なんですよね。はい、これは多分この備え付け時のエアコンのあれとか残さなきゃいけないやつですね。いけないかもしれない。そうですね。これはなんか不動産屋に最後残っといても何も言われないやつだと思うので。保管用で。そうですね。まあまあこれも一応このシャワーの変えたんですよ。気に食わなくて。はいはいはい。あ、じゃあそれも残した方が。残した方がいいですね。ということで、すっきりしましたね。そうですね、これだけでした。はい、あのスイカのカードとかね。クオカード1500円と、はい、7個。こんだけたくさんあったのにね、はい、あのボックス4箱ぐらいと、ね、この辺もいくつか捨てて。いやどうですか、感想は。無駄だなっていうか、その荷物に家賃払ってきたなっていう感じです。いや本当ですね。だって3、4、5、6、でこっちも入れれば7、8、9、10、10袋ぐらい玄関だけで、だから45リットルの、はい、いやすごい量でしたね。ということで、まあ、実際に玄関周り片付けてきましたけど、全体を通してなんか感想とかありますか。そうですね、できる時にやっぱ思い切ってやんないと、3、4年このいらないものをずっと置いてたんで。そうですね、恐ろしいことだなって思いますね。なんか今回靴とか日用品が結構多かった感じですね。そうですね、はい。
で最後にですね、僕の視聴者さんも今回飯田さんのようにお部屋すっきりさせたいというか片付けたいという方がいらっしゃるので、はい、なんか今回の玄関の片付けを通じてなんかこんな風に片付けるといいようだったりとか、なんかコツとかアドバイスを最後に一言二言をいただいて終わろうと思います。あ、もう最初に、その3ヶ月以上使ってないものは捨てるとかって決めとけば結構捨てやすいかなと思います。それでいうともう3もう何年も使ってないものだらけなんで、うん、3ヶ月どころじゃなかったです。そうですね、長いこと使ってないものも優先的に手放していけばかなりスッキリすると。そうですね、ということで、はい、ということで今回の玄関の片付けは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love is